どうもおじょうじょ TV です。今ね、日本でもタピオカがブームっていうのは分かってるんですよ。ただそのタピオカって台湾でもめちゃめちゃ食べられてて、もうみんなもうタピオカ飲んでるぐらいの、ちょっと日本が出遅れてるんですよ。でその台湾のタピオカはまあいろいろあるんですけど、今台湾で流行っているタピオカがあるということで、こちらタイガーシュガー、まあ多分でももう韓国でももうあるのかな、なんかそんな感じで、僕まだ飲んだことないんで、じゃあ今からちょっと飲んでみてどんな味か試していきたいと思います。イエイ。今こちらの一番通常のノーマルサイズのものを今注文してもらっているところですね。でやっぱみんなタイガーということで、もう洋服とかも黒い洋服でちょっとタイガーっぽいっすよね。はい、あ、そうだ、ちょっとこれ試飲してみたいと思います。あ、ありがとう。これお菓子、はい、でも食べるこれですね。なんかクラッカーの中にネチャネチャしてる、なんだろうこれ、水飴みたいな。ちょっとじゃあ並ぶんであっち並べましょう。はい、今注文したやつで、私たちの番号は、こっちが168番で、今あちら番号が167なんで、もう次呼ばれると思います。あ、ちょうど4杯が多分うちらのものですね。はい、来た。168行ってきます。はい、じゃあちょっと私飲んでみたいと思います。ちょっとすいません、はい、見てください、こちらがタイガーシュガーの、もう今台湾でブームなタピオカで、聞いたらこれ黒糖を入れた、まあ、黒糖がいっぱい入ってるのかなを入れた、まあ、タピオカジュースみたいで、一応なんでタイガーって言われたら、このなんだろう、この白とこの黒い模様が虎模様みたいな感じに見えて、それでタイガーシュガーって名付けてるみたいです。じゃあこちらのタピオカが一体どんな味なのか、じゃあ僕も本当にタピオカめっちゃブームに乗っかってるんで、めちゃめちゃタピオカ好きなんですよ。ちょっと1週間にもう 2回ぐらいを飲むぐらいの勢いなんで、じゃあこれ今台湾で流行っているタイガーシュガー飲んでみたいと思います。いただきます。あ、そういえばシェイクって言ってた。あ、すごい。甘い。作りたてだからかな。下のタピオカがあったかいんですよ。で上が冷たくて、なんだろう、この冷たいのとあったかいのがなんだろう、混ざってタイガー。そしてなんだろうこれ、黒糖だね。主にタピオカ自体も多分黒糖でくるまれてるかもしれない。めっちゃ黒糖が強い味ですね。いやでも美味しい。これは日本に来たら流行るんじゃないでしょうか。皆さんもね、台湾に来た時はぜひタイガーシュガー一度お試しあれ。ジョジョ TV でした。